しすぎた。あ、いたいた。おーい、リカッチ。おはよう、マリカ。今日もおかわりないようで。リカは逆に死にそうな顔だね。さっきの講義中もほとんど寝てたし。やっぱ昨日のオールが原因？朝から講義あるのにオールなんてするもんじゃないね。それでもちゃんと学校に来た私を褒めて。はい、リカは偉い子偉い子。今日の講義どれも大変できないやつだもんね。この後はどうするの？もう限界って顔だけど。さすがに帰って寝ようかな。マリカはこの後モデルの仕事？そうなの。今日はファッション誌の撮影。終わった後は打ち上げだよ。スイーツバイキングの予定なの。いいじゃんいいじゃん。私も派手なことしてみたいな。南の島で思いっきりはしゃぐとか。いいね、南の島。旅行じゃなくて住んじゃうの。南国暮らし最高じゃない？ううん、そんな生活してみたい。いつかは実現したいよね。そんなチャンスなかなかないけど。あ、リカ、どうかしたの？夢みたいな話だけど本当にできちゃうかも。マリカ、このチラシ。常夏島のリゾートホテルで専属 DJ 募集だって。なになに？ホテル内のクラブハウス新設に伴いコンテスト優勝者を専属 DJ として採用。リゾートホテルで暮らしながら働けるの？すごい。こんなのやるっきゃないでしょ。もちろんマリカも一緒にさ。うん、そう言うと思った。リカと一緒ならいいよ。よし、じゃあ決まり。それでさ、 DJ って確かあれだよね、パーティーで何回か見たことあるやつ。かっこいい曲を連続でかけてた。結構難しそうだったよ。マリカたちにできるかな？ま、なんとかなるっしょ。やってみてから考えようよ。待ってなさい、リゾートホテル。夢のまた夢。確かにその通りだ。こうやって DJ ブースを下から見てる私には縁のない場所。帰ろ。なんだろう、あの子。長いことチラシ見てたけど、リゾートホテルの専属 DJ。 これね。高い目標だけど実現できたら最高にクールだね。難しい顔してるね。考え中なの。例のリゾートホテルの DJ の話。コンテストで優勝するには何やったらいいのかなって。まずは DJ 始めないとじゃない？私たちド素人なわけだしさ。やっぱそうだよね。知り合いに経験者でもいればな。いろいろ教えてもらえるんだけど。ま、あんま考えすぎてもしょうがないか。まずはいろいろ挑戦してみよう。てなわけでちょっと楽器屋さん行ってみるよ。この後お仕事がなければな。マリカも付き合いたかったのに。そんなこと気にしないで。いいからお仕事行ってきなよ。うん。あ、でもでも今日の夜のパーティーは行けるから。リカも忘れてないよね。絶
セミで連絡回ってきたやつでしょ。ちゃんと行くから安心して。それじゃまた後でね。うん、また後で。DJ 関連のコーナーはあったあった。うわ、変な機械がいっぱいあるな。あ、この辺は見たことあるかも。なんかくるくる回すやつだよね。見てるだけじゃいまいちわかんない。いじっていいやつってないのかな。あ、こっちで誰か DJ してる。あの辺は OK なんだ。ここでキック、いやカットインで。あれって同じセミの日高ちゃんだっけ。へえ、 DJ やってるんだ。あの子に聞いてみるのもありかも。よし、もう一度。リカ、こっちこっち。やっほーマリカ、さっきぶりさっきぶり。あれ、そっちの子は。マリカも知ってるでしょ。